でござろう。逃げる者の背中を切っても。七尾、貴殿の相手はここにあり申す。ここにあり申すと、ガルダと申す化け鳥の人よ。ではいざ参る。なぜ戦えるんだ。まだこんなところにいたのか。早く避難を。怖くないのか。怖いさ、決まっているだろう。いや、怖くないんだろうな。彼女はあれは勇者の気風だ。俺のような凡人とは違う。だからこそ放っておけない。少しなりとも凡人の気構えを教えてやらないと、あの勇者はすぐにも死んでしまう。七尾は君の剣も見たがっていたよ。これ以上は体力が持たない。決めるぞ七尾。して段取りは。俺が隙を作る。その瞬間に飛び込んで決定打を狙え。実に明快でござるな。よし、行くぞ。攻撃に集中するこの時だけ、全身を守る風が奴の背後に偏る。トニテールス。よし、あとは七尾が。まずい、立て直しが早い。体のどこなりと触れてやる。決めろ七尾。インタテールス。君のおかげだ、ミスター・アンドリュース。